天城線は福岡県久留米市の宮野陣駅から同県浅倉市の天城駅までを結ぶ西日本鉄道の鉄道路線である。路線記号は A。普通列車のみの運行。全列車が天神大牟田線の西鉄久留米方面に直通し、全列車2両編成でワンマン運転を行っている。日中から終電にかけては、おおむね30分間隔の運行で、 天城大牟田間の運行である。早朝並びに朝ラッシュ時は、本郷花畑、大牟田間の途中折り返し列車が設定されている。朝ラッシュ時は大部分が花畑発着となり、区間運転列車が増発される。上下列車の交換駅は、日中以降が、学校前駅及び、金島駅で、朝ラッシュ時には、北野駅及び、本郷駅が加わる。天城駅では、 日中、列車が到着すると、その反対側の乗り場から列車がすぐに発車する。天城前線,線内では、車両の中間のドアは、締め切りとなる。また、五郎丸駅、小賀茶屋駅、大城駅、金島駅の各駅では10時頃から16時頃に、かけて、先頭車両の後ろ乗り前へ降りとなり、後部車両の扉は開かない。学校前駅、大井駅、まだ駅の各駅では、 終日前列車が先頭車両のみのドア扱いで後ろ乗り前降りとなっている。なお、正式な起点は宮野人駅だが列車運行及び旅客案内では天城駅から宮野人駅へ向かう列車が下り逆方向が上りとなっている。1948年の昇圧以降、電圧は天神大ム多線と統一されているものの使用される車両は以下の形式に限られる。 北の駅に停車中の600系電車昇圧以前の車両については、西鉄福島線の車両を参照のこと、ありがとうございます。